1984年、英国チェシャー州の泥炭地で2人の野外作業員が遺体を発見します。リンドーマンと命名された遺体には重傷を負った痕跡がありました。殴打の跡と首を絞められた跡です。しかしこの惨劇で最も衝撃的なのは、これらの詳細を2000年以上前の遺体から突き止められた点です。普通は腐敗するため、こういう傷の検出はたった数週間前の遺体ですら困難。なぜ遺体の保存状態が良かったのか、なぜ大抵腐敗するのでしょうか。その答えは2メートル下の地中にあります。一見不活発に見えますが、小さじ1杯の土にいる生物の数は地球上の全人口よりも多いのです。バクテリア、藻類、菌類、原生動物など地球上の生物の多様性のうち4分の1が土の中。おそらくその中で最も重要なのは微生物です。大きさ数百ナノメートル足らずの生物で、死んだまたは死にかけのあらゆる有機物を分解します。森でリンゴを落としてみましょう。リンゴが土に触れ、次第にミミズなどの無脊椎動物がリンゴをより小さな部分に分解し始め、リンゴから栄養素を吸収し、残りは排泄します。分解の最初の段階が微生物のお膳立てとなります。どの微生物かは環境によって異なる。例えば牧草地の生息に有利なのは草や葉の分解に優れたバクテリアですが、温帯林では菌類が複雑な木類を分解できるため有利です。リンゴの残骸からさらに養分を吸収するため、微生物が酵素を放出し、酸化という化学反応が起こります。酸化により有機物が分解され、エネルギーや炭素や他の栄養素が放出され、無機化が起こります。次に微生物は炭素や栄養素を吸収しつつ、窒素、硫黄、カルシウムなどの余分な分子を土中に捨てます。虫やミミズがリンゴを食べると、微生物酵素に触れるリンゴの表面積が広がり、酸化や無機化が進みます。生き物が残した排泄物さえ微生物の栄養となる。リンゴが跡形もなく消えるまでプロセスは続きます。温帯林では1から2ヶ月の工程です。高温多湿の環境では、より多種の微生物が低温乾燥の環境よりも生息でき、微生物による分解が早くなる。単純な有機物の方が分解に時間がかからない。しかし遅かれ早かれ、あらゆる有機物質が微小の無機栄養素に還元されます。無機栄養素の原子結合は強く、それ以上は分解できません。その代わりに無機栄養素は植物養分となり、多くの食物が育ち、いずれ分解される。生成と分解という不変のサイクルが地球上の全生命を支えています。しかし多彩な微生物にも生息できない環境があります。英国チェシャー州の郊外にある泥炭地もその一つです。泥炭地は主に強酸性の水苔でできています。水苔は土壌を酸性化し、同時に窒素に結合する化学物を放出し、泥炭地の栄養素を奪います。ヨーロッパ北部の低温も加わり、この条件下ではほとんどの微生物の機能が働きません。分解が起こらず、枯れた水苔が重なり、泥炭地に酸素が入らなくなる。その結果、自然に密閉された環境が誕生。リンドーマン同様、泥炭地に入り込み、どんな有機物も保存される。泥炭地の酸は比較的単純である骨などの物質を溶かすほど強く、より複雑な組織である皮膚や臓器を真っ黒にします。だがそれ以外の部分は保存状態は良く、健康な20代半ばの男性で労働の跡が見られなく、裕福であったとの結論付け。しかも最後の食事も分かっています。まだ未消化の焦げたパンです。死に至る経緯は学者間でも定まっていません。冷酷な殺人の可能性もあれば、激しい傷の様子から儀式の生贄の可能性もあります。2000年前でもこの泥炭地に超自然的な力があると知られていたことがうかがえます。そこは生でも死でもない場所として知られていたのでしょう。これらの動画で学び続けてください。登録もお忘れなく。新しい学びのチャンスを逃さないように。